小町です。林和也です。はい、節約トイズン公式チャンネルが今日も始まりましたので、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。カナさん、おー、びっくりした。突然なんですけど、でかいんだよ、いつも、はい、もう飛沫感染が、あ、今日もソーシャルディスタンスはちょっと開けてお送りしております。改めまして、新型コロナウイルスによる緊急事態宣言を受けて、はい、経済活動が、ね、止まっているじゃないですか。本当ひどいですね。飲食店とか、旅行産業などが本当に深刻な打撃を受けているんですけれども、はい、それで職を失った人も続々と出てきていて、今日はそんな話題です。はい、はい、というわけで、このチャンネルでは、僕たちと萱島和也が、クレカ、キャッシュレス、旅行、投資全般、保険やローンなどお金に関する知識、賢く働くためのライフハックなど暮らし全般に役立つ広い意味での節約情報をウェブサイトと連動して、お伝えするゆるいエンタメ教育チャンネルを目指して更新しています。ジャンルごとに再生リストを作っていますので、ぜひチャンネル登録して自分が気になるジャンルの動画をご覧になってみてください。はい、お願いします。コロナの影響といえば、少し前にタクシー会社の社長が100人を解雇したみたいなニュースがありましたよね。あれはね、でもまだ失業給付金をねもらえますし、あの人たちは、はい、コロナショックが終わったらね再雇用するよみたいなことを社長が記者会見ですごい力強く言ってたじゃないですか、なのでね、労働基準法でまだ守られている人たちっていうのはまだいいと思うんですよ。問題はね、学生バイトだったり、はい、短期の、非正規雇用の人たちだったりね、飲食店が休業しているということで、バイトに入れずシフトなくなっちゃって、はい、学生がこう困窮している、学生が困窮しているっていうニュースだったりとか、はい、それで、SNS を使った闇バイトの勧誘がテレビで特集されていたりもしました。で、その記事がね、概要欄に参考記事として URL を貼っておきますので、ちょっと見てみてください。闇バイトっていうのは、要するに違法性のある仕事っていうことですね。そうですね、はい、本当にある闇バイトだったら、オレオレ詐欺、僕たちの時代でいう、はいはいはい、特殊詐欺の、出し子と呼ばれる、要は危険なパシリですよね、はい、一番危険な、はい、それとは知らずに、あとは薬を運ばされたりとか、ね、いろいろあるみたいです。あとね、集団ストーカーのバイトっていうのもねあるらしいですよ。集団ストーカーって何ですか？はい、集団ストーカーっていうのはね、はい、ちょっと調べたんですよ、僕も。ですごい悪質だなと思ったんですけれども、ある個人に対して些細な嫌がらせを不特定多数の人がちょっとずつやる、生活してるじゃないですか、それは目の前咳払いを急にやられる、どんどんやられる。一日のうち何回も知らない人がどんどん咳払いしてくるとか、携帯でなんかいきなりバシッと写真撮られるっていうことが何回も一日にある。それも知らない人からね、そういうことがちょっとずつ、あるんですって、はい、それが結構延々と毎日のように続いて、はい、でも知らない人だし全部違う人だから、もう誰かにこう親とかにね相談しても、いや、それ気のせいだろう、そう、でなんか精神をだんだんそれで病んじゃうみたいな。なるほどな、結構鬼ですね、それ考えたやつ。なんか世にも奇妙な物語とかでできそうなレベル。なんなら、なんか見たことあるもん、そんな話。なんか本人は違うパラレルワールドに舞い込んだような感じも受けそうですよ。違うパラレルワールドと、そんな闇バイトの世界なんですけど、絶対手を出しちゃダメなんですね、はい、もちろん。で、絶対手を出しちゃダメだよっていう話を今日は闇バイトの専門家である金橋和也さんをお迎えしてしていきたいと思います。はい、大体いつも何かの専門家になってますけどただ昔、はい、あんまりにもお金に困って、違法性のある金策に走ってしまったことがあります。で、それが原因で後々いろいろ困ったことにもありました。で、その経験からも思うんですけど、こういう闇バイトって真っ先にバレて下手したら捕まりますからね、はい、はい、トカゲの尻尾みたいなものなんで本当に気をつけてほしいと思ってます。絶対に手を出したらダメです。そう、はい、一番危ないところを募集するんですよ、闇バイトとして、はい、だから出し子とかなんか本当最初に出てて捕まるみたいなやつ、監視カメラに映るんですからね、はい。で、そのあたりの経験はね、金谷さんのサイト、債務整理のすすめっていうのがあって、そこでいろいろと語ってくれていますのでね、はい、はい、ぜひ参考にしてみてください。概要欄に URL を貼っておきます。どうしようもなくお金に困ってしまう時期が来るの可能性って誰にでもあると思うし、今回みたいな世界的なパンデミックなんて誰も予想できないじゃないですか、だからもうなんか巻き込まれちゃってお金に困ってるとか、学生さんでバイトがないって困ってるような人って何にも悪くない気がするんですよね。そうですね、はい、うん、そのピンチに対してどうやって立ち向かっていくか。確かにですね、僕も昔はめっちゃお金に困ったこと、そんな時期とかあるんですけど、あったか、なんか違法性のある仕事が舞い込んできたとかそんなことはなかったですけどね。
それは羨ましい、ね、幸いしてというのか、まあ、いいコミュニティに悪いコミュニティに所属していなかったというか。なるほどなるほど。だけど今って、うん、SNS でちょっと、うんうんうん、いやお金つらいなってつぶやくだけで悪い人たちが群がってくるわけじゃないですか。そのコミュニティに所属してる所属しない関係なくみたいですね。そういう話に対しての免疫だったりとか、はい、リテラシーみたいなものがすごい大事になるなと思います、うん、ただそもそもね、はい、簡単にこうちょっと荷物あそこ運んできてよとか、うん、もう指定された場所に行ってなんか受け取ってきてくださいとか、それで成り立つバイトなんか犯罪に決まってんじゃねえかって普通に思いますけどね僕は。世の中そんなに甘くないし、まあ、投資含めて甘い話には絶対罠があるし毒があるし棘がある、はい、これ間違いない、はい、これ僕の実体験でも分かるんですけど、うん、本気でお金に困ってる時ってそういうことを全く考えられないんですよね。なるほど。その目の前にぶら下がってる数万円っていうので、うん、なんとかなるっていうものしか考えられなくて、うん、だからそういうものに飛びついちゃう。それは金谷さんよくね、はい、僕も話何回か聞いたことありますけど、本当再三言ってますもんね、はい、なのでホリエモンとかもよく言ってるんですけど、はい、バイト探してなんとかなるレベルなのであれば、ね、数万円とかなんとか10万円とかなんとかなるのであればね、クラウドソーシングとかでいくらでもこう簡単な仕事って探せるじゃないですか、はい、もう在宅で即金で買うやつっていうのも全然あるし、もう動画編集とか例えばウェブ用の記事を書いたりとか、ちょっとした IT スキルは本当金に変えられるので、はい、そういう発想の転換というか、そうやって仕事探すってことも覚えた方がいいかなと思います、うん、でさらに簡単なところでいくと、家にある不要品をネットオークションで売ったりすることでもちょっとしたお小遣いぐらいのお金にはなりますし、もうこれも些細な IT スキル知識、まあ、リアルなワイドって今本当にないと思うんですけど、持ってるスマホとか PC で誰でもちょっとしたお金を作るっていうことができる、情報を取ることもできる、そういうことを考えて、まあお金を稼ぐっていうことを見越しておけば、当面をしのぐ意味でつなぎのお金を借りるっていうことも考えていいと思います。国民全員にね10万円給付あるわけですから、つなぎとして考えると、うん、その住民が多い地域だと多分もっと遅れる、3ヶ月ぐらいかかるんじゃないかって言われてたりもするので、うん、その間を無利息でなんとか借りたりしながら乗り切っていくみたいなことを考えているのかなと。でそのあたり僕が担当するキャッシュ対応の記事を概要欄に貼っておきますので、うん、ぜひ見てみてください。今日の話をまとめますけど、はい、まあ、コロナで仕事を失う人たちがどんどん出始めていて、うん、お金に困った人を詐欺師が狙っていると、はい、闇バイトで犯罪の片棒を担がされて最悪逮捕までありますと。これ本当人生狂いますからね。そうなんですね。気をつけてください、うん、という話でした、はい、で僕はいつも会社のみんなにも言っているんですけれども、これからは本当に個人の力が問われる時代に本格的に入ると思っています、うん、はい、会社なんてなくても、まあ、自分で生きていける力っていうのを身につけるための努力を惜しんではダメですね、まあ、困った時こそ、自力が出ます。自の力、目先の美味しそうな話に惑わされることなく自分自身でサバイブしていく力っていうのを身につけてほしいなと本当に心から思っています。で僕自身、会社員時代に副業から始めた事業で独立して今があるわけですし、まあ、そういう話もどんどん発信していくべきなのかなと思ったニュースでした、はいはい、僕はこのニュースに関しては本当他人事じゃないなと 思いました。自分もそうでしたけど、違法なものに手を出しちゃうと後々それが足を引っ張ってくるというのが必ずあるんですね、うんうんうん、で給付金とか融資情報ももちろんそうなんですけど、僕の経験を生かしてお金が苦しい時をどうやって自分の力で乗り越えていくかっていうのは発信していければなと思いました、はい、金谷さんは確かに、なんかやばいところから電話がかかってきてて、すごい青い顔してた時がありましたね。であと、金谷さんの乗り越え方っていうのは、小町に頼むですよね。言っちゃった。はい。というわけで、今日は終わります、はい。はい、最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。節約大全公式チャンネルでは、僕、小町と、金谷和也が、節約にハッピーをプラスするという理念のもと、王道節約術から、金谷さん、全然それ節約と関係ないじゃん、バーカーっていうものまで。広い。お金の出口を絞りつつ、はい、入り口も増やして人生をハッピーに彩る、うん、そんな情報を緩く発信していますので、ぜひ高評価とチャンネル登録をこうポチッと、ね、よろしくお願いいたします、はい、みんなステイホームで頑張ろうね。ステイホーム。